じゃあ最後のこれこそ運のような気がするんだけど、行ってみましょうか。おい、とりあえずまあ1回目で普通にいろいろと見ようかなと思うんですが、運の場に1。了解、分析してみます。少し時間をください。ペルソナは、あーなるほどね、だいたいどんなことやってくださいっていうのはもうつかめた感はあるんだけど、とりあえずピクシーは使わないんだよね。ピクシーは多分、うん、この2体でいかにどっちがどっちかが多分当たるんだと思うんですよ。とりあえず打ってみよう。あ、ちょっとこっちでやってみようか。じゃあ無道どうかな。あ、当たんない。2って何？え、どういうこと？どういうこと？2って。もう一回打ってみよう。あと SP 減ってないですよね。危ねえ。さあやっていきましょうか。2っていう数字がすごく気になってるんですけど、何なんですかねあれは。とりあえず最初のターンは当たらないってことでいいのかな。守っとこう。守っとけば大丈夫だよね、さすがに。オッケーオッケー。え、ちょっと何、2って何だから、この2って何なんだろう。え、でも無度で当たんなかったんで、今度はハマを打ってみますね。おー、なるほどね。戦いへの覚悟が違いますよね。あ、終わりました。待ってくれよ、こんな早く終わると思わなかったよ。クリアしましたよ。待っていたわこの時を。あなたは私にふさわしい人だわ、人間だわ。さて来てちょうだい、存分に楽しみましょう。最後の扉？わー、パンドラだって。限定はない。これね、ちょっとセーブしてからにしようかなと思うんですよ。あの4の時ね、一応まああの方と戦える機会があったんで戦ったんですけど、まああの方の強さはもう痛いほど分かってるんで、とりあえずセーブしますね。まあ入ってみたのはいいんですけど、俺ね、もうね、みんなが言いたいことね、分かってるんだよ。今来るべき場所じゃねえんだよ。そんな、ここで終わったら私たち何のために。どうもこんにちは、ということでペルソナ3、今回も頑張ってやっていこうかなと思います。なぜこんな位置にいるかと言いますと、死神町です。要は借り取るものを待っているんですよね今。ですね、パンドラの扉に関してなんですけど、やっぱり今行くべき場所ではないかなと思いましたので、とりあえず伸ばそうかなと思います。そのまま引っ張るかもしれませんが、まあいずれ挑戦したいなとは思ってますので、よろしくお願いします。やっぱどうせ挑戦するならさ、こっちももっともっとさ、完璧とまではいかないかもしれないけど、もっともっと鍛えれる部分はあると思うので、全力で挑みたいので、そういう時の機会に回そうかなと思ってます。そうと決まれば
あとは刈り取るものだけなんですよ。というわけで刈り取るものを待っているんですけど、なかなか来ないですね。死神タイプの出現、気をつけてください。来ましたね。このフロアのどこかにいるやつがいる。来てますね、こっちに。行きます。ということで戦っていきましょう。順番はそうか、そうなっちゃうか。ちょっとこの順番は厳しいですね。でもまあこっちにも策はあるので、とりあえず殴ります。ガードキルならまだいいでしょう。でまあ俺のやっておきたいことは、これはペルソナ4の応用なんですけど、物理反射をつけます。4と同じならこれで相手は右ドラゴンしか撃ってこなくなる。で、できたらずらしたいんだよな。とりあえずここは攻めよう。オッケーオッケー。で、赤ベストパイセンところでタルンダをかけます。できるだけ食いしばりは使いたくないので、で、主人公はできるだけ耐える感じがいいよね。でもというかさ、今も思ったんだけど、戦闘オーディンにしなくてクフリン、いやでもあんま変わんないかな。まあ一番耐久のあるビシャモンテンにします。ということで殴る。ナイス。よいしょ。バッチリだよ、バッチリだよ。で、攻撃手段も基本的にはこんな感じでいこうかなと思ってます。やっぱり右ドラゴン打つか。全体攻撃を軸にします。で、ゆかりちゃんは基本的に毎ターンメディアラハン固定で、そうだな、ここで落下ジャオも貼るか。うん。で、考えたのがこの一旦ずらすんですよ。同時に切れないようにしたいなって思うので、食いしばりが発動すると思うんですよ、おそらく。ゆかりちゃんが間違いなく耐えれないと思うので、まあその警戒も兼ねてって感じです。基本あとは攻める。よいしょ。右ドラをとりあえず両方使って、どのぐらいのダメージ、本来ね何もしないでこのぐらいのダメージに抑えたいんだけどね、まあ、難しいよね。まあクリティカル待ちって感じですね。あとはよいしょ。お、いいんじゃないの？オッケーオッケー。本当はね、主人公の順番がさ、刈り取るものよりちょっと遅いペルソナにしとけば、心理で連発できたかもしれないけど、まあ、やっちゃったものは仕方ない。ってことで、頑張ります。倒せばいいんです。オッケー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 。減ってるよ減ってるよ。大丈夫。オッケー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 。で、ゆかりちゃんは回復。倒しますよ。一発で倒すよ。綺麗に、綺麗にタルタロスから去ろう。こもりっきりですからね、なんかもう。
ずっとこもってますからね、ここに。で、まだ攻撃が下がっているので、よいしょ。戻っちゃって、でも防御が上がってるから、食いすばりまではいかないはず。オッケー、ギリギリ。ギリギリ。ゆかりちゃんの食いすばりが発動しないように、心がけていきたい。それだけ気をつけてれば、多分大丈夫だと思うんですよ。よっぽど。よいしょ。あ、やばい。で、ここでたるんだ。で、主人公は攻撃。お、いいですね。いいよ。クリーンヒット。敵体勢を崩しました。来た。総攻撃チャンス。こんな。まあ、今更ですけど、なんで毘沙門天にしたかっていうと、単純に一番耐久力あったからです。それだけ。当たっちゃうからね、右ドラを。で、回復をしてもらいます。でも、なんか使用が4と一緒でよかったな。これでなんか普通にさ、噂とかも打ってきたらさ、危ねえなって思ったんだけど。てか今間違えたよね。危ないんだけど。とりあえず半分ぐらいかな。で、そろそろゆかりちゃんの SP が危ないので、なんか考えないとね。で、アイギスのところで、落下じゃん。主人公にはできるだけ殴らせたいので、絶好調ってこともあるので、赤ベストパイセンのところで、使いますか。で、主人公は普通に殴る。お、お見事ですよ。いいですよ。いいですよ。多分、いけると思うんですよ。でも、ですね、赤ベストパイセン、食いしばり発動しちゃいました。なので、もう、1って耐えてくれません。だから気をつけないとね。で、アイギスも攻める。で、赤ベストパイセンも攻めて OK。 あー、外した。外しちゃった。でも、でもだよ、でもだよ。3連続、3連続、OKOK。3連続ですよ。一応、あの前にも1回クリティカルあったんですよね、主人公。で、右ドラオンは大丈夫。耐える。全然耐える。OKOK。で、回復。で、アイギスは普通に撃つ。OK。で、赤ベストパイセンも殴って、なんちゃってクリティカルで。あー、外すか。さあ、攻撃が元に戻ってしまいましたよ。気をつけて。ギリギリだもんな。ギリギリだからな、ゆかりちゃん、本当に。もうちょっとレベル低かったらさ、だってこの状態だと完全にやられてますよね。撃ちます。お、ナイス。オッケーオッケー。攻撃が元に戻ってるので、赤ベストパイセンのところで、タルンダをかけます。かけ直し。で、主人公は殴る。なんちゃってか。まあ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 。メギドラオンは、耐える。大丈夫。
オッケーオッケー。真田先輩が危ないです。で、ゆかりちゃんは回復 C の全体回復 C ので、アイギス殴りの、オッケーオッケーオッケー。お見事お見事。できたらね、一旦に2回欲しいんですよね。でも欲張りすぎかな、それは。でも全体攻撃もう1個欲しい。ダメか。耐える。あぶねー。じゃあメディアラハンを使いましょう。で、アイギスそろそろ落下座をかけます。どうだろうなこれ。あー、ちょっと失敗したな。主人公がまだだったな。まあでも主人公なら大丈夫だろう。あの子は強い。回復。で、そうだな、攻めよう。外すか、そこ外すか。よいしょ。やばいな、ちょっとやばいなこれ。大丈夫かな、大丈夫かな。あっぶねー、こんなに持っていかれるのか。ごっそり持っていきますね、体力。じゃあアイギスは OK。 で、赤ベストパイセンでまたタルンダをかけ直す。よいしょ。あー、ダメか。メギドラウンは耐える、大丈夫。うい。でもなんか毎回ドキドキするんだよねここ。まあ、耐えるんだけど、なんかさ、なんか万が一のことがあったらっていうね。このだって相手が相手だからさ。お見事。こいつ相手だと毎回緊張するな。毎回というか4の時すごい緊張したんですよね。なんだかんだパターンつかめ出して17体倒したんですけど、なんか最強装備って言うんでしたっけ、あれを集めるために倒しまくったんだが、その時はね。まだ生きているか。メギドラオンは大丈夫。うい。で、ラハン撃ちます。そろそろ決めたいな、そろそろ決めたいな。撃ちます。ドーン。あ、待てよ。敵総崩れです。ごめん。ちょっと危ないな。負けません。危ないやつだなこれ多分。やめとこう。お、気絶きましたよ。気絶、気絶なら多分オーディの方が、こいつの方がダメージ与えれるんじゃない。よいしょ。で、ゆかりちゃんは自分でじゃあ SP を回復してもらいましょう。で、なんかこの一旦余裕できましたね。すごいいい、いいね、いいね。めっちゃいいよこれ。じゃあタルカゼかけます。畳みかける準備をします。で、そろそろ来るよな。でもまあ一発ぐらい、もう一発ぐらい当てても問題ないだろう。よっ、もうちょいもうちょい。
体勢を立て直しました。これ耐えたらもらったも同然。耐えろ。よーし、もらいましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。これはいただきましたな。残念だったけど、借り取るものもここまでですね。完全にパターンはめたわ。あ、耐えた。そうだね。事故りたくないのでかけますか。じゃあオーディンさん、締めてください。お疲れ様でした。本当ですよね。10,000。10,000経験値ももらえるんだ。さあ、まあ、BGM 気分転換に変えてたんですよね。ちょっとまあこれがいつもの音楽なんですけど、じゃあもう用はないので脱出します。よし、マーガレットさんに、マーガレットさんじゃない、エリザベスさんに、マーガレットさんおこなんだよ。おこっていうか、待機してるんだよ。で、なんか、討伐のやつあったよね。あれ？討伐なかったっけ？あった。あ。はははは。これやっちゃったやつですね、これ。これやっちゃったなぁ。これやっちゃったやつだ。これやっちゃったやつだ。この依頼受けてからさ、やんないとダメなんだよ、多分。だって何にも持ち物落とさなかったじゃん、今思ったら。ごめん、もう一回倒してくるわ。あのパターンはめれば勝てるでしょ。っていうか、ちょっと、オーディンで心理打って、なんかちょっと無双するやつ試してみたいので、本来考えてた戦術、せっかくなんで試そうかなと思います。これがやりたかったんですよ。いろいろいじってたらできました。というか、やり直したんですけどね。防御戻っちゃったけども、大丈夫。で、ここ2回当てることによって気絶もさせることできるので、こうやってうまくやりくりしながらやってました。この間に、オルゴールで SP を回復するっていう。できるだけアイテムを使わないっていう感じで頑張っていましたが、だいぶ体力余裕出てきたな。ゆかりちゃん案外攻めていいんじゃない？なんか今ゆかりちゃんのあれでやられそうだったよね。もうそろそろ倒せるんじゃない？あ、よかったよかった、倒せましたね。戦いへの覚悟が違います。そうですよね。はい、ということで、ちゃんとゲットしました。やっぱ、納得いかなかったので、やり直しました。なので、このゲーム内では、1体しか倒してないってことになりますよ、は。OK だね、じゃあ、今度こそ、エリザベスさんに見せに行こうよ。お、よかったよかった。
刈り取るものを倒されたのですね。そうですよ。お渡しするとお手持ちの金額が持ち歩ける限度額とかあるんだ。やっぱカンスト的な感じですかね。持ちきれない分はお渡しできませんが、それでもよろしいですか？え、どういうこと？あ、いいですよ。え、じゃあ、カンストしたってことですか？お金、もしかして。カンストしてるーカンストしておる。面白い。稼いだ意味ないんだけど。ペルソナ作ればよかった。